マニトワック、マニトワック、マナタワックは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州東部、ミシガン湖岸に位置する都市。グリーンベイの南東約6 5トル、ミルウォーキーの北約1 3 5トルに位置する。人口は33,736人。2010年国勢調査。マニトワック軍一軍からなる。小都市県は81,442人。 2010年国勢調査の人口を抱えている。マニトワックは、ウィスコンシンの海事の都と呼ばれ、造船業が栄えてきた。1902年にマニトワックで創業し、マニトワックをその企業城下町としてきたマニトワック造船は、第二次世界大戦中には、軍用の潜水艦を多数建造した。1968年に造船所が閉鎖された後も、同社は、 現在のマニトワックカンパニーという社名で建設機械及び飲食産業用機器の製造会社として属し世界26カ国で事業を展開する会社となった。現在ではマニトワックにはウィスコンシン海事博物館が置かれ第二次世界大戦で先行を挙げた潜水艦コビアが記念館として経由されている。今日のマニトワックがあるこの地には ヨーロッパ人の入植以前には、オタワ族、メノミニー族、ミネベンゴ族、ポタワトミ族のネイティブアメリカンが混流していた。マニトワックという今日の地名の由来は、オタワ族が話していた、アニシナーベ語で、魂の産卵を意味する、マニトワグ、もしくは、魂の木を意味する、ムン・エニ・イ・エイ・ドゥーオークが添加し、魂の住処を意味するものであった、考えられている。 1795年、北西会社がこの地に毛川公易所を設置すると、この地には、ボヘミア系、フランス系、ドイツ系、アイルランド系、ノルウェー系、ポーランド系などが移入した。しかし、この地に、高級的な入植地が創設されたのはその41年後、1836年のことであった。この時、この地には、マニトワックのほか、マニトワックラピッツ、 トゥーリバーズ、ネショトと4つの村が同時に創設された。1839年にはマニトワック軍政府が創設され、翌1840年にはマニトワックに最初の軍庁舎が置かれた。その後、1851年3月6日にマニトワックは村として正式に法人化され、1870年3月12日に市政を施行した。 マニトワックはその初期から、渋岩と並んで港を築くのに良い場所であると考えられていた。しかし、資金難もあり、最初の不当が築かれたのは1854年で、その時点で、すでに州南部のミルウォーキーやケノー社に遅れをとっていた。その後も1900年代初頭に至るまでほぼ毎年、数万ドル単位の費用を投じて、港の拡張が行われた。マニトワック港が、 まだ計画段階にあった1847年、ジョセフ・エドワーズはマニトワックで最初のスクーナーとなったシチズン号を建造した。その次の船が建造されたのはその5年後であったが、これがマニトワックにおける造船業の起こりであったと考えられている。19世紀後半にはマニトワックでは蒸気船が建造され、グリーンベイやミルウォーキー、シカゴなどへ、 蒸気船の定期便が就航した。1902年にマニトワック造船が創業すると、マニトワックはその企業城下町として発展した。第二次世界大戦中には、マニトワック造船はそれまで、建造経験のなかった軍用の潜水艦を多数、建造してその事業を拡大するとともに、マニトワックの地域経済を潤した。マニトワックはに位置している。シボイからは北へ。 約 50km、グリーンベイからは南東へ、約 65km、ミルウォーキーからは北へ、約 135km に位置する。市の東にはミシガン湖が広がり、マニトワック川がミシガン湖に注ぐ河口にはマニトワック港が築かれ、ダウンタウンは川口付近の両岸に形成されている。市中心部の標高は 185m である。 アメリカ合衆国国政調査局によると、マニトワック市は総面積 44.5km17.2 ミである。そのうち 43.7km16.9 ミが陸地で 0.8km0.3 ミが水域である。総面積の1.86%が水域となっている。マニトワックの気候は、 古代湖周辺の地域によく見られる、寒さの厳しい冬と涼しい夏に特徴付けられる、大陸性の気候であるが、ほぼ同位度で、ミシシッピ下半のラクロスなど州西部と比べると、ミシガン湖の影響で夏はより涼しく、冬の寒さは若干やわらぐ。最も暖かい7月の月平均気温は摂氏20度、最高気温の平均は摂氏26度で、 日中でも摂氏30度を超えることは滅多にない。最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏7度で、日中でも摂氏0度に達さない日が続く。降水は、夏季、5月から9月までにかけて多く、月間75から90ミリメートル前後に達する。冬季は概ね乾燥しているが、12月から3月までは、月間21から28センチメートル程度の降雪が見られる。 年間降水量は770ミ、mm、リメートル程度である。欠片の気候区分では、マニトワックはアカン体出順気候、DFB にする。マニトワックは市長制をとっている。市長は全市からの投票で選出され、その任期は4年である。市長は市政の最高責任者であり、市議会の議長及び都市計画理事会の会長も務める。 市長は、市議会が採択した政策や、条例の実行、市政府の日常業務の監督、地域経済の発展等に責任を負う。市議会は10人の議員からなっている。市議会議員は市を10に分けた、選挙区から1人ずつ選出され、その任期は2年であるが、毎年半数が改選される。市議会は、条例の可決、予算の採択、 各局長の任命等に責任を負う。マニトワックでは造船業が栄えてきた。社名にマニトワックの名を冠し、マニトワックに本社を置くマニトワックカンパニーは、もともとは1902年に創業したマニトワック造船で船舶の建造及び修理を行っていた。同社は第一次世界大戦中には貨物船を、また第二次世界大戦中には 軍用の潜水艦を多数建造し、事業規模を拡大した。その一方で、同社は事業の多角化として、1920年代にクレーン製造に、第二次世界大戦後には、業務用冷蔵庫製造に進出した。1968年に造船所は閉鎖されたが、会社はマニトワックカンパニーとして存続し、以後は建設機械と飲食作業用機器の製造を、 それぞれ、マニトワッククレーン、マニトワックフードサービスとして行っている。同社は、アメリカ合衆国内の拠点なかイギリス、フランス、中華人民共和国など世界26カ国で事業を展開している。バーガーボートは1863年に創業したアメリカ合衆国では、最古の部類に入る、湯行船の建造会社である。同社の船は、 カスタムメイドで24から30ヶ月かけて建造される全長75から200フィート23から60メートルのものである。同社は年間2から3隻の船を建造している。同社はマニトワックの本社のほか、モナコにもヨーロッパ拠点を置いている。マニトワックに最も近い商業空港はグリーンベイの南西に立地するオースチンストローベル国際空港。 IATA, GRB である。マニトワック市中心部からは、周回高速道路 I-43 を利用して北西へ約7トルの道のりで、車では所要約45から50分である。より規模が大きく、便数も、就航路線数も多い空港としては、ミルウォーキーの南に立地する、ジェネラルミッチェル国際空港 IATA, NK もあり、こちらへは、 マニトワックの中心部から南へ約 150km 車で所要1時間40分ほどである。マニトワック市内市中心部から北西へ約2マイル 3.2km にもマニトワック軍空港 IATA MTW があるがこちらはゼネラルアビエーションと呼ばれる主として自家用機やチャーター機等の発着に使われる小規模な空港である。 I-43 は、市の西を南北に通っている。I-43 は、グリーンウェイを北の起点、終点とし、ミルウォーキーまで、ミシガン湖岸に沿って南北に走る高速道路で、ミルウォーキーで I-94 に合流して、シカゴ方面やシューマィソン方面にもつながっている。マニトワック市内の通りは、南北に通る通りには、数字のついたものが多く、 ミシガン湖から離れるにつれて数字が大きくなり、マニトワック川を境に N、北と S、南に分かれている。一方、東西に通る通りには W、西と E、東の区別はない。マニトワック港には、ミシガン湖を横断し、マニトワックと対岸のミシガン州、ラディントン島所要4時間で結ぶフェリー、バッジャー号が発着する。 バッジャー号は1日1便の運行であるが、夏季には1日2便に増便され、冬季には休止となる。このフェリーは、ミシガン州とノースダコタ州を結ぶ、国道10号線の一部になっている。グレーハウンドのバスストップは、市南西部にあるシェルのガソリンスタンドに併設されており、同社と提携している、バス会社によって運行されている、ミルウォーキーとグリーンベイを結ぶ、中距離バスが停車する。 マニトワックにおける公共交通機関は、市がマリタイムメトロトランジットとして運行している6系統の路線バスによってカバーされている。そのうち5系統は、市中心部に立地するバスターミナルを中心として、市内各所をカバーする循環路線で、残りの1系統は、市北東部のメドーリンクスの立議所から、北東港のトゥーリバーズ市へ向かう道である。 マニトワックに1校だけ立地する4年生大学、シルバーレイク大学は、市の南西にキャンパスを構えている。同学は、マニトワックに本拠を置き、聖フランシスコの福音を受け継ぐカトリックの女子会、フランシスカンシスターズ・オブ・クリスチャン・チャリティによって、1885年に、教会学校として設立された。その後、同学は1935年にホーリーファミリー、カレッジ、 ホルファムリーカレッジとして4年生のリベラルアーツカレッジに移行し、1957年に非正職者の女子を受け入れ、1959年に認定を受け、1969年に男女共学に移行し、1972年にはフランシスカンシスターズ・オブ・クリスチャン・チャリティと分離独立して、現在の公明に改称した。ウィスコンシン大学マニトワック校は、 ウィスコンシン大学システムをなす26校、4年生13校、2年生13校のうちの1校で、地域密着型で、教養科目をおもとし、準学士の学位のみを授与する2年生の大学である。同学卒業生は、ウィスコンシン大学システム内外の4年生大学に、編入することができる。同学は、市の南部、ミシガン湖畔に40エーカー。 約16万2000平方メートルのキャンパスを有している。マニトワックにおける k 1に課ほどはマニトワック公立学区の管轄下にある公立学校によって賄われている。同学区は小学校1から6年生6校、中学校7から9年生2校、高等学校10から12年生1校のほか、チャータースクールとしてオルタナティブ高校1校及び 幼児早期教育センター一行を有し、約5,500人の児童、生徒を抱えている。また、マニトワックには、公立学校のほか、カトリック系及び、ルーテル教会系の私立学校も数校ある。ダウンタウンのマニトワック下半、川口近くに立地する、ウィスコンシン海事博物館は1970年に開館し、中西部最大級の海事博物館の一つに数えられている。 道館は6万平方フィート、約5574平方メートルを超える展示スペースを有し、船舶の模型や蒸気エンジンなど、ウィスコンシン州の海事史に関する事物を展示している。また、道館の南を流れるマニトワック川には、第二次世界大戦で4度の潜航を挙げた潜水艦、コビアが記念艦として経流され、45部のツアーや、 オーバーナイトでの教育プログラムに使われている。道館はスミソニアン教会とも提携している。ダウンタウンの北にはラーウェスト美術館が立地している。道館のクイーン案様式の建物はもともとは1891年から1893年にかけて地元実業家で市長も務めたジョーセフ・ビラズの邸宅して建てられたものである。ビラズ夫妻の死後。 この豪邸を1910年に購入したのは実業家ラインハルトラーであった。ラーが1921年にこの世を去った後、1941年に妻のクララはこの豪邸を死に寄付した。その後、豪邸はラーシビックセンターとしての利用を経て、ウェスト家の援助も得て1975年に減少で美術館として再生された。1977年には、 同館の建物は国家歴史登録財に登録された。同館のコレクションはジョージア・オキーフやアンディ・ウォーホルなど19世紀以降のアメリカ芸術作品が主である。また、同館は地域における芸術教育の拠点ともなっており、子供から大人まで幅広い年代を対象として芸術教室を開いているほか、3から5月には地元の児童、生徒の作品を展示する。 ユースアートと展覧会も行っている。マニトワックは、鴨川市、日本、千葉県と1993年11月8日に、姉妹都市提携を結んでいる。提携して、以来、漁師は、児童、生徒の絵画交換、作品展、マニトワック吹奏楽団や鴨川少年少女、合唱団によコンサート、ホームステイなどで交流してきた。また、 ラーウェスト博物館には、鴨川市の名を冠した、鴨川ルームという展示室が設けられ、鴨川市がマニトワックに送った作品が展示されいる。なお、マニトワックの姉妹都市は、鴨川市一都市のみである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。